かつて700年もの間武家社会の歴史が続いた日本。侍たちの精神文化である武士道は今でも日本人の精神に少なからず受け継がれています。その伝統が色濃く残る九州で留学生たちが様々な体験を通して侍スピリットを学びます。九州で様々な侍体験をしてもらう侍ツアー、今回はこのお二人と一緒に筑後地方を中心にお送りします。それでは自己紹介をお願いします。はい、台湾出身、今九州大学で勉強しているジンと申します。よろしくお願いします。そして台湾の台北出身で今長浜調理生活専門で今調理を勉強しておりましてコウと申します。よろしくお願いします。お二人ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の舞台となる筑後地方は九州の北部、福岡県の南部エリアを指します。筑紫平野の豊かな恵みによって古くから農業が盛んで、特色ある伝統工芸が数多く残っている地域でもあるんです。さあ、今私たち大牟田市に来ているんですが、ここは幕末を代表する剣士の一人、大石進胤次さんという方のゆかりの地なんです。大石進胤次は大石新影流という流派を立ち上げ、江戸で名だたる武士を次々と破って名を上げました。そんな胤次ゆかりの地がここ早馬神社なのです。古いな、この歴史がある神社は多分初めてと思いますね。歴史を感じますよね。そうね、はい、ね、これは狛犬って言うんですけども、ちょっとここの神社は大きいですよね、狛犬が。さあ、この神社のですね、だいたい東側の方に大石進さんの生家や道場があったそうです。そしてここの神社の境内ではその剣の稽古をされていたそうなんです。練習場ですか？そうなんですね、ここの境内で練習をされていたそうなんです。伝説の剣豪ゆかりの大牟田市やそのお隣にある熊本県荒尾市には今でも日本刀を作っている刀匠がいらっしゃいます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今日はどちらから？台湾から。台湾参りました。あ、そうですか。今何の作業をされてるんですか？鉄をいわゆる練るっていうことですね、はい、うん、あの鍛錬するっていう材料がこういうふうな材料。玉鋼というね。玉鋼、はい、玉鋼という材触っていいんですか？はい、いいですよ。 ありがとうございます。見るのも初めてですね。重たい。おどうですか？お思った以上重たかったですね。これだけ小さいのに結構重さがありますよ ね。 そうですね。およそ70センチの刀を作るには全部で9キロ近くの玉鋼を使います。これを1400度ほどに熱して伸ばして曲げてという作業を十数回繰り返すのが折り返し鍛錬と呼ばれる工程です。昔からこの方法ですね。これに変わるものがないですね。今も守り継がれて、私たちのこの、刀を作る技術というのはもう千数百年前からもうずっと一緒です。松永さんのご自宅にはご自分で作られた刀はもちろん、実際に戦で使われた鉄砲や鎧兜などもコレクションされています。おお、わあ、まあこれぐらいの長さになりますけどね、上の方には触らないようにしていいんですか？書いてみてください。重たいですね。まあ、これでもそうですよね。そして綺麗、はい、重さは大体どのくらいですか？大体これで900グラムぐらい。900グラム、想像以上重いですね。重たいですよ ね。 そうね、これをこう腰にぶら下げてたっていうのがすごいですよね。そしてこちらは佐々木小次郎が宮本武蔵との決闘で使ったと言われる物干し竿と呼ばれた刀を模して作られたもの。こちらもすごい迫力です。これって、うん、
実際にこう、うん、切れるものなんですか？もちろんもちろん切れます、うん、ちょっとじゃあやってみますか？いいですか？できますか？できます。いいですよ、はい、はい。松永さんは本物の日本刀を使って試し切りを行う道場も開いています。留学生の2人も簡単な指導を受けて試し切りに挑戦です。じゃあコウ君、はい、お願いします。はい、行きます。はい、そうです。迫力すごかったですよね。見事切れましたね。できてよかったと思いますね。初めて刀を触って、はいはい、切って、うん、すごいと感じしました。続いてジン君、このままここでストップね。はい、ね、はい、いきますよ。そうそうそう、いいじゃない。ありがとうございます、ね、どうでした？いや、もともと練習したいですね。面白いです。ちょっとね、じゃあやってみる？いいんですか？私いいんですか？はい、はい、でそれをそのまま上から、はい、上から、はい、そして振り下ろす、はい、ね、こんな、うん、それスピードがないと切れないから、うん、切れますか？それはわかりません。聞いてみて。わかりました。切れるかどうか。ちょっと切れるか聞いてみます。さて、高村さんはうまく切ることができるでしょうか？あ、それでもほら、今イギリス支部があって、イギリス支部の方が約50名、うん、フィリピンが10名、ここが40名のですね。だから総勢今うちの会が約100名で、35年前私が作った流派です、はい、そうなんですね、はい、じゃあ今はいろんな国でこの流派が伝えられているということなんですね。はい、本当に貴重な機会をありがとうございました。ありがとうございました。お元気で、うん、CM の後、江戸時代の町並みが残る大川市で伝統工芸に挑戦。さらに東洋のエジソンが作った人形も登場。続いて3人は江戸時代の町並みが残る大川市にやってきました。この石なんですけども、お堺石といってですね、こっち側が久留米藩、こちら側が柳川藩という境を表す石。これ石穴開いてますよね、はい、この穴にですね、木を通して馬をつないでいたそうなんです。あ、そういう関係もありますか。 それが残っているこう町並みなんですよ。そんな大川市では古くから家具作りをはじめとする木工業が盛んに行われてきました。その技術を誰でも気軽に体験できるのがこちらの大川テラッツァです。ここ大川テラッツァでは様々な体験ができると伺いましたが、今日は、はい、今日は大川久美子の体験をしていただきたいと思っております。久美子って知ってますか？聞いたところは一応ありますけど、うん、詳しくはまだ分かんないですので、はい、久美子っていうのは建具の装飾の一つになっておりまして、うん、大川では約350年歴史があると言われております。今回はこちらの、これは朝の葉という模様になります。朝の葉、ちょっと難しそうですけど。そうですね、できるかどうかを考えないですよ ね、あの教えてくださるということですので、はい、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、頑張ります。結構ちっちゃい部品がポロポロと出てきますので、もうここまで綺麗に実は部品を切ってくださってるので、あの必ず出来上がります。はい、安心です。片方に蛍光みがある方を上から水と水を合わせるように組みます。角度が合うとすごくあのスッと入るところがありますので、斜めに入ってたりとかしますね。そうですね、すごく複雑な溝が入ってますので、うん、こういったの全部職人さん、あのカンナで入れられます。あ、入りました。はい、はい、外側の枠が完成したら中の模様を作っていきます。一番ちっちゃい部品3本を組み合わせてこの中を作っていきます、はい、で3本で突っ張り合うようにしてここの中支えていきます。
あ、上手ですね。未来の料理人コウ君と理系の大学院生ジン君はこういう手作業は得意そう。一方高村さんは、どうしよう。コウ君は順調。もう最後の一つですね。ちょっと待ってくださいね。頑張ります。はい、わかりました。あ、完成です。素晴らしい。すごい。どうでした？いや、なんかこういうなんかフレンチダイヤ作るのが結構大変ですよね、うん、なんか結構精度が高いの、うん、のパースが、うん、そこに、ね、なんか感心しました。コウ君はもっともっと早くできてましたけど、なんかその組み合わせはそもそもすごかったかなって感じしました。入った瞬間がいいなって思いますね。ね、すっきりしますね。二人ともいい思い出の品ができましたね。江戸の終わり頃、東洋のエジソンと言われたこの久留米市に生まれた方、ご存知ですか？いや知らないです、ね、知らないですか？からくり芸門と呼ばれた田中久重という方なんですが、からくり人形をはじめいろんなものを発明して、後にあの東芝の創業者となるんです。からくり芸門こと田中久重が江戸時代に作ったというからくり人形を今回特別に見せてもらえることになりました。こちらの人形は弓引き童子と言います。弓引き童子、はい、田中久重というこの久留米出身の発明家がですね、だいたい今から180年ほど前に、うん、まあ、作ったとされるからくり人形ですね、まあ、江戸時代の終わりになります。ゼンマイと歯車を使って1回の動き動作で、まあ、こう矢を手で掴んで、この弓につがえて、的に向かって次から次へと放っていくと。矢が実際に飛ぶんですか？飛びます、はい、それでは実際にどのような動きをするのか見せてもらいましょう。はい、今こうつがえて的をめがけます。人形の顔の表情とか首の動きとかもちょっと注目してみてください。狙いを定めるときに首をちょこんとかしげますよね、うん、かしげてますね、はい、今的を目がけて、おお、じゃあ最後、狙いを今定め、的を見て親指を放つと当たると。すごすぎる、すごすぎる、ね、みたいな、はい、表情豊かにね。180年経ってたとしてもまだ使えるんですよね。すごいですね。テコ、それからカムと呼ばれる丸い、道具があります。それがそれぞれの6本の糸が中に首を中心につながって体の中を通って、複雑な動き、全ての、動きを計算して作ってるんですね。これデザイナーが本当にすごすぎる、うん、ね、井戸でそんな作品みたいな綺麗な動きできるなんて信じられなかったですよね。さらにここにはもう一体文字書き人形というからくり人形も保管されています。持った筆でですね、4つの文字をそれぞれ書きます。ここに実際書いたものがありますが、これなんて読みますか？そうです、はい、この梅という字もその人形が人形が、はい、実際書きます、はい、なんかお茶を出すのは聞いたことありますけど、うん、この弓を使うのは初めてですね。あ、そうですね。本当に驚きました。からくり人形っていろんな方が作ってるんですが、はい、まあ、そういった中でも当時の職人の中でもやっぱり田中久重からくり芸門っていうのがやっぱ一級品のものを作ってて非常に、崇拝されていたというか、そういう人物でもありますね。 CM の後は侍たちも食べたかもしれないあのスイーツの工場へ。驚きの作業の連続です。KB アナウンサーの本田奈々香がお届けします。ということで今日は私だけではなくて2人
人ゲストが来てくれてます。ニハオ。台湾からのコウです。今九州大学の留学生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、私は台湾からのリーです。今も九州大学の留学生です。お二人は甘いものお好きですか？好きです。大好きです。今日はですね、あるスイーツにスポットを当ててお届けしていきたいと思います。いいですね。楽しみです。では早速行きましょう。侍たちが活躍した江戸時代、海外との唯一の窓口となったのが長崎県の出島。出島には海外から様々な品が荷揚げされ、京都や大阪、江戸へと運ぶために長崎街道は栄えてきました。出島から長崎街道を通って運ばれたものの一つが砂糖。当時の日本では大変貴重なものだったのですが、長崎街道沿いでは砂糖とともにお菓子作りの技法も伝えられて、お菓子文化が発展してきました。このことから長崎街道はシュガーロードとも呼ばれているんです。そのシュガーロードの起点となったのが長崎なんですけれども、うんうん、そこで有名なお菓子といえばカステラ。正解です。今日はその工場に行けるということで、こちら行ってみましょう。工場長よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ何をされている場所なんですか？ここはですね、生地作りの材料ですね。卵を測って、で卵のかつら。早いですね。だいたい40個ちょっと卵があります。で1分かからないで割ってしまいます。あの1ケースを。そうですか。早い。でこの後は黄身と白身に分かれる。はい。手でやってるんですよ。初めて見ましたよね。優しい手で、ね、一般的にカステラ作りでは卵は全卵のままミキサーにかけるのですが、こちらのメーカーでは食感を良くするためにまずは白身を泡立ててから黄身を投入するということです。白身を泡立てて、はいはい、ここでザラメと黄身ですね、はい、これも手作業で。そうです、生地作りも手作業です。気温が低かったり湿度が高かったりしたら生地の出来がこうぶれるんです。そこを調整するのが職人の腕です。1年間通して同じような製品を焼くような形です。生地ができたらいよいよ釜で焼き上げます。トロトロ。ここでもカステラを美味しく仕上げるためにひと手間がかけられます。泡切りって言って、その中にこう空気があるのを少し出してやって、表面をこう滑らかに、きれいに滑らかにした後薄く色をつけていきます。そんな工程多いんですね。こんな大変な作業を経て作られるカステラをぜひ味わってみたいと、3人は福岡市内の店舗にお邪魔することにしました。こんにちは。こんにちは。社長の殿村さんです、ね、あ、初めまして、殿村です。よろしくお願いします。先ほど工場に行ってきたんですけど、はい、もう一から手作りなんですね。びっくりされたでしょ。いや、びっくりしました、ね、食べたくなったんじゃないですか。食べたくないです。こちらの店舗には実はカフェも併設されています。今回はそのカフェで特別にカステラを試食させてもらうことにしました。記念に。はい、記念写真です。いいの撮れました。いい感じ。本当綺麗。もともと日本人というのは卵で作ったお菓子とか食べる習慣がなかったんですけど、やっぱりキリシタンとかそういう人たちがやっぱり食べ始めて、だんだんと広まっていったお菓子で、クリスマスとかイースターの時にだけ、おめでたい時に食べる重要競争のお菓子として。普段は食べないんですか？はい、とっても砂糖自体が高価なもんでしたし、で最初はそういう宣教師の方というか教会で作ってたお菓子で、徐々にそれが長崎の町の中でもう作られるようになったのがカステラですけど、ね、お二人台湾にもカステラありますよね。最近日本で
ちょっと流行ってますよね。そう、台湾のなんかふわふわの感じで、こちらがちょっと しっとり、しっとりな感じでちょっと仕上げます。さあ、それでは日本のカステラ試食してもらいましょう。こうさん、いかがですか。やばい、なんか台湾のカステラと全然違います。そう違います。うん、なんか甘さもちょうどいい感じで、うん、あとはなんか舌の砂糖とよく似合います。噛む時はくしゃくしゃな感覚。台湾カステラはこの食感はないです。ザラメのね。はいはい、ザラメです。こちらのカフェではこのカステラを使った新感覚のデザートを提供しています。これ全部カステラ使ってるんですか。そうです、こちらのティラミスがそのカステラをベースにして。でもちょっと見た目っぽいですよね。そうですね、はい、やっぱり下にずっとカステラがそのままモンブランの下がカステラになってますし、一番向こうのフレンチトーストはそのカステラのをラスクにして、それを粉にしたやつをまぶしてフレンチトーストに作ってます。どんな味なんですかね。美味しそう。いただきます。濃厚。しっかりカステラの生地味わえますよね。ティラミスなのにカステラも味わえるっていう。続いてカステラのモンブランのお味は、下の方がずっとカステラの生地になってますので。なんかカステラとカスタードソースと栗全部ミックスをして、美味しい、美味しいです。相性いいですか。はい。綺麗ですね。そしてリーさん、カステラフレンチトーストはいかがですか。美味しいです。砂糖の食感もあります。さっき のカステラ の砂糖の食感。同じ。全部一緒に入ってますから。いかがでしたか。今日一日振り返ってみて、こうさん。あ、手作り、手作業のなんか精神とかも感じられて、なんかすごく美味しかったです。台湾に帰れば、ぜひ家族と友達にプレゼントしたいです。お土産を送りたいと思います。